呪術廻戦44話を見て絶望を抑えることができないみんなの反応集。それではどうぞ。マヒトの作戦が一枚上手だったのがきつすぎる。やっぱ渋谷事変って呪霊側の物語だったんだ。マヒトがこういうとっさの判断でどの攻撃が虎杖に効くのかってところのみにフォーカスして戦ってるから強いんだよね。国崎が駅に降りて虎杖が逃げろって言った瞬間の一瞬で地獄に落とされる感覚マジでさ、マジでこの展開は聞いてない。本当にきつい。国崎は冒頭の感じ見てたら死なない流れだったじゃん。てかメインの人間殺しすぎだよ。術式使えないと思ってる国崎が入れ替わり見てなかったら手のひらへの警戒は解いてしまうよな。国崎は正直序盤の登場からしげもせんもだけど、あまりにも戦力外すぎたからここで退場はめちゃくちゃいい判断だと思ってしまったわ。ナナミンも一回触られてたけど大丈夫だったし、で淡い期待は崩れ去ったな。受け止められないぜ。過去編とかに入ってさ、走馬灯来たらさ、もう確定じゃないですか。このタイミングで過去編入るのもう終わってる。七人の時よりも立ち悪い。マジで。本当に作者呪霊だわ。唐突の死ねえ、って笑った。野原は幼い頃からちゃんと野原なのね。野原の過去が割と意外なテイストでびっくり。普通の家の生まれかと思ったらど田舎生まれなのね。ど田舎の異分子に対する意識ってどこもあるよな。野原が自分の意思をちゃんと持って行動してる理由がはっきり分かったからそれだけでもよかった。一期の時に出てきた沙織ちゃんってこの子のことかちゃんと野原のことも覚えてるし、またどっかでふみちゃんとミヒトで会ってほしかったな。思い出す時に周りに支えてくれたみんながいるとこで死ぬほど泣いた。マジでよく頑張った。でもあまりにも退場が早すぎる。もっと見たかった。野原のことを大切に思ってたみんなを野原も大切に思ってたって描写でエモすぎる。悪くなったって散っていくのがあまりにも野原らしいし、涙が止まらない。七人に続いてきつすぎるって。悪くなかったって言って自分の人生を終わらせるのが国崎らしすぎて涙止まらんし、本当にもうよく頑張ったね。国崎が死ぬなんて聞いてないんですけど、さすがにそれはひどすぎませんか？最後まで私は国崎のバラだ。って生きてきた国崎が七人みたいに後は頼むって託すんじゃなくて自分の人生を振り返って悪くなかったっていうのがあまりにも野原らしくて苦しい。野原の最後のセリフが自分のために生きた野原の生き様が全て現れてて本当にかっこいい。野原お前は立派だったよ。戦い方がバリエーション広すぎてマジでマヒトすげーなーってなってる。信長さんもさすがだし。マヒトの一般人をガンガン巻き込んで戦うのとか虎杖に精神的なダメージを与えるのもそうだけど、マジで戦い方が圧倒的に呪霊すぎるんだよな。ここまでマヒトが一貫して呪霊としてのムーブを徹底してくれてるから見てて気持ちがいい。この虎杖とマヒトのどこまで行っても食い違う感じが不愉快すぎてマジですごい。大丈夫かって心配してる虎杖がどこまでも善人で、その気持ちを嘲笑うマヒトの呪霊ムーブが最高よな。大丈夫かって心配した相手が顔面膨らませて爆発したらさすがにトラウマになるけどな。時間差で無意転変されるのとか時節とかも解説なかったけど、手数増えてるのよな。手数が増えてるってセリフはあったけど、どの部分が手数増えてるかまでは言われてなかったね。もうはしょりまくりで何が起こってるかわからん。国崎とマヒトが戦ってるだけで過去級なりそうなる。マジで先行カットもだけど、もうやだよ。先週もそうだけど、マジで今週からもうずっと休みがないからな。もう毎週心を壊されながらアニメを見ないといけない。リアタイしてると一緒に同じ気持ちになってる人がこんなにたくさんいるんだ。で安心できるから録画せずなるべくリアルタイムで見るようにしてる。野原とマヒトの戦いも好きなんだけどさ、先週の七人の傷がやっぱまだ癒えてないんだよ。もう辛いから見たくないんだよな。毎週絶望を放送するのほんともう、制作人呪霊すぎるって。国崎死んじゃう。
と思ったけど、分身は術式を使うことはできないのか安心した。分身体は術式を使えないのか。自分の体の形は好き勝手変えれるのも十分脅威だけど、そこがないだけでとりあえず釘先死亡線はなくなったな嬉しい。釘先まで死んでしまったらさすがにやりすぎだし、先週七海死んだばっかだったからもう耐えれないって思ってた。術式は使えないの安心だ。術式が使えないことで結構安心してるアニメ勢の人が多いけど、それを傍らにゲラゲラ笑う原作勢たち。そうよなぁ、メインヒロイン枠ではあったしね。しかも戦ってる脅威の相手は術式使えないってなったら釘先生存はあると思っちゃうよなぁ。ここまでおそらく見越してなんだろうなと思うと、やっぱアニメ制作陣も芥見先生もみんな呪霊だわ。これはやっちゃダメだよ。やんなきゃなんない時があるってのが野原らしくてすごくいい。芯を貫くの最高。釘先の自分を持ってるところ本当に好き。こういう自分大好きな女の子って見てても気持ちがいいし、応援したくなるんだよな。マヒトのアホ草のところ好きだわ。こいつ先週から顔芸がすごいな、おもろい。マヒト表情まで全部が煽り耐性高すぎて見てて気持ちいいけど鬱陶しいな。しげも戦で弱いと思われてたけどちゃんと戦えるよな。いろいろ役立たずとか言われてたけどめちゃくちゃ強いと思うんだよな。強くはないけど、戦いのバリエーションとか状況次第で化けるタイプだと思う。術式はかなり強い。かんざしとそれ以外の技の違いがいまいちよくわからないんだよな。かんざしは呪力を込めた釘を飛ばしたり一定の指令を与えれるみたいなイメージともなりは、相手の一部を釘で打つことで本体へダメージを与える技。野原の本領はかんざしではなくてともなりなんだよな。マジでこの遠隔技強い。おそらく手元に相手の一部さえあれば距離はほぼ無制限ぽいよな。釘先の特急にも臆さずに戦いに行ける感じも、この戦力を分析してちゃんと勝ち筋を探してるのも全部格好よくて大好きだ。マヒトの天敵って、七人もだったよね。ユージもそうだし、それに並んでる野原すごいな。分身相手ならマジで最強よね。この覚醒した感じマジで格好いい。国戦を経てからめちゃくちゃレベル上がってる。マヒトのこのねっとりした正解が好きすぎる。マジで島崎信長さん素晴らしい。信長さんさすがすぎるよな。ほんまに惚れるわ。マヒトに信長さんを起用してくれてありがとう。めちゃくちゃ毎週幸せです。釘先と虎杖のセットはいろんなところで描かれてたけど、この二人の圧倒的な信頼関係マジでたまらんのよな。圧倒的な二人の信頼関係、一人じゃないと思わせてくれて、は泣くわ。虎杖の一人じゃないと思わせてくれて、のところがもうグッときたし、その虎杖の心を支えてるのが釘先でもあるから、この展開はきついな。それよりも虎杖が呪力に釣られたって言ってるところとかに成長を感じられて、おばさん嬉しいわ。戦いにおいてただの腕っぷしっていう主人公にしてはあまりにも弱すぎる能力だけど、こういう成長してるのがわかるのはいいね。今回は以上になります。このチャンネルでは話題になったアニメや漫画についてのみんなの反応を紹介しています。動画制作のモチベーションになりますので、興味を持った人は良ければ高評価、チャンネル登録、コメントをよろしくお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。